富士市で地面を掘り返すことなく水道管の劣化状況を確認する実証実験が行われました。全国で初めての試みということです。跳ねないですね。あ、よく違いますか。富士市で行われたのは水道管のバルブにセンサーを設置し、音の伝わり方で水道管の劣化度を計測する実証実験です。富士市には法定耐用年数の40年を超える水道管が3割以上あるといいます。漏水や破損する可能性のある老朽管を地面を掘り返さずに調べることができ、全国で初めての試みということです。この技術が利用できれば、まず悪いところから、漏水する恐れがあるところから更新工事を進めていくということができると考えています。実証実験は市内9カ所で昨日まで行われました。